こんにちは、五味ゆう子です、今日はですね、ピモンテという、ジュエリーとか小物の、オンラインのセレクトショップのプレスルームにお邪魔しております。はい、私もすごくこちらのショップでお買い物させていただいたりして、本当に素敵な、オンラインのセレクトショップです。今日はこちらピモンテのプレスルームからショップクルーズ、プレスルームツアーですかね。はい、いろいろと商品見せていただきたいと思います。それでは、ちょっと挟まれてますけど、はい、ちょっと新しい感じで、はいはい、今日ご案内いただけるディレクターの本間さんと PR の阿部松さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、いきますかね。もうね、素敵なものがいっぱいで、もう目がもうね、泳いじゃってるぐらい、結構動揺してるんです。可愛くて、はい、早速いいですか。はい、もちろんです。いただいてね、ぜひ。どっから行く？ね、どうしましょう。ね、このバッグは、ね、やだー。何このフリンジがシェル。ね、フリンジがシェル。そしてまた下にもフリンジがあって、はい、あら、かわいい。バッグ。これはセンシスリオっていうイタリアのマダガスカルで作ってるブランド。斜めがけもできますが、かわいい。持っていいですか？こんな感じで。え、かわいい。結構しちゃう。かわいい。かわいい。いやー、かわいいわこれ。なんか遊び心があって。シャラシャラね。ね、音もね。はい。かわいい。デニムスタイル。はい、ね、あ、かわいそう。本当だ。ありますかね。かわいいところね。デニム相性いいです、ね。あらら、本当だ、素敵。これがアイネさんのスカーフのパリプリさん別注でお願いしたリバーシブルの。リバーシブルなんだ。はい、このシリーズね、リバーシブルなんですよ。そうなんだ。表はスカーフで、はい、裏ですね。で、ひっくり返すとこのヘリンボーンの字が出てきて、可愛いですよね。うん、両方使える、両方使える。あー、かわいいね。かわいい。おー、いいな。かわいい。うん、なんかこんなストライプな柄物にもこの柄を合わせやすいって感じですね。うん、すごく。で、こちらが色違い。色違い、こっちも使いやすい。こっちもいいわね。うん、かわいい。うん、これちなみにいくらもですか？こちらが23,100円になります。はい、あ、かわいい。これもね、革なんですけど、はい、柔らかいですか？はい、あ、柔らかい。シワエナメルっぽい。軽いですね、これも。で、長さが、はい、変えられる。レザーで大人っぽいですね。なんかこういうクロスバッグって結構カジュアルになりがちだけど、これならね、素敵だね。そうでしょう。かわいいですね。かわいい。軽いレザーなのに。そうだね。本当に軽量で持ちやすそう。いいですね、これからのシーズンで。はい。39,600円の大きい、1、2泊できそうな、はい、バッグ、うんうん、もう革なんですけど、割と大きさの割には軽くて、本当だ、見た目と全然違う、この軽さ。で、中はキャンバスで、キャンバスになっていて、はい、これもこう扱いがね、良さそうな、うん、
これもいいじゃん。なんかね、なかなかありそうで、うん、自分が持ちたいバッグもね、旅行の時ってすごい困る。困るの、ね、多いですよね。しかもあのちょっと2泊とかになったらもうお潔くスーツケースなんだけど、うん、1泊でちょっとっていう時にバッグすごい迷います、うん、そういう時にと思って作りました。本間さんがそう思われて、そう思われて、はい。じゃあ本間さんもこれで一泊、これで一泊、はい、行きたいな。ああ、だからこれでこれでこれで、ね、あのあれマニプリ持ってたらその見上げれる。マニプリここに。贅沢すぎる、贅沢すぎる。薄くなっちゃうからさ。あ、そうですね。折りたたんで、ね、折りたためるから。いけるから。ちょっと、ええ、はい。そしてちょっとね。お土産をここに入れて入れてよ、ほらこっから、ね、かわいい、かわいい、いいんじゃない、ね、いいですね。で、それですか、はい、でそれ、これを斜め掛けで、はい、かわいい、いけちゃう、すごい、あ、いいですね、いいですね、旅行セット、うん、ぜひおすすめです。これも気になってるんだけど、あ、そう思いました、私。私が気になってるなっ て, じゃなくて、いや、あの、気に入っていただけるかなと思って。あ、ほんに、はい、かわいいよね。そうなんです。これオリジナルですかね。オリジナルで、これはあの、インドのブランドの、 あの、はい、シトラスっていう、はい、ブランドさんに、はい、あの別注で、はい、オリジナルで一から作ってもらいました。あ、かわいい、自分にも私がめっついて、ね、夏バージョンはじゃあ来年なんですか、ね、そうなんです。かわいい、うん、私あの最初にこのこちらの、あ、そうですね、いいですか、はい、巾着めっちゃヘビロテしてて、ね、みんな持ってます、でもみんな持ってるみんな持ってます。このまま持っててもいいし、うん、まあ、こう入れてもいいんですね、使ってもいいし、私はあの飛行機とか乗るときにこの中に貴重品を入れて、トイレとか行くときに貴重、新幹線とか乗るときもこうで貴重品入れてバッグの中にこう入れて使ってます。すごくかわいいのよね、ベルベットで。で、夏バージョンは、はい、ですか、同じですよね、はい、刺繍は、ね、同じ、これ持ってるから自分も必要かな、はい、必要かも必要かも、これ下においくらですか、これが13,200円です。これついてる、これね、手釣りなんですよ。作用としてこれかわいいよね、これかわいい、これバッグチャームで、うん、なんかこうエコバッグとかにちょっと一個つけたらなんかかわいいかな、かわいい、これもオリジナル、これはい、オリジナル、あ、オリジナルだ、ほら、ビモンテって入ってるの、はい、あ、これかわいくない、かわいい、あ、ベージュもいいですね、さりげなくて、はい、で一応あの機能的にもちゃんと、あの、ちょっと使えますんで、そうなんだ、あ、それも便利かも、ちゃんとここ鍵で、あのダブルファスナーのトートバッグとか、もしあのスーツケース の, あのファスナーの小さい柄の時とか、あ、もう買います、買います、やすいません、欲しいと思ってたんです時に買います、絶対鍵なくすじゃないですか、なくす、そういう時にここにこうやってつけとけば絶対なくす、そうだよ、そうですね、オリジナルと、うん、あと靴はネブロニ、あのイタリアの、はいはい、で、と扱いがもうほとんど、そう、すごい、あ、かわいい、これかわいい、かわいい、あ、レザーは、レザーですか、はい、レザーです、すごく柔らかい、そうなんです、かわいい、かわいい、ね、かわいい、え？え？欲しい。これいくら前ですか？これいくら？24,200円です。それを買いますよ。はい。これだね。うん。かわいい。絶対買います。合ってる。もちろんです。もちろん。ああ、本当だ。かわいい。いいみたい。はい。いいみたい。トング、トングの、はい、これ一足で、うん、もう9月までこれ履けると思います。ずっと履いてたいと思いました。あ、これだよ。
しますか。ふかふでしょう。はい。ふかふかなんです。ふかふか。ちょっとブラウンもめちゃくちゃ、ね、すっごいいい色なんですよ。ちょっと素敵。ちょっとご覧ください皆さん。注目でございますこちら。ブラウンと呼ばれてこの色が来ると思わなかった。カーキっぽい。そう、なんかねちょっと赤みのある、うん、でもカーキグリーン味もありそうななんか絶妙な。うん、しゃれった色ですねこれ。あらららら、今回モノトーンのお洋服にちょっと抜きで合わせてもいいんですね。今黒でも素敵なんですけど、ちょっと外しで。外しで。はい。おしゃれ。ちょっとあの履かれたのを見てもしかしたら。ブラウンの方がいいかもしれない。はい。じゃあ大至急。はい。大至急ブラウンを変えてみます。そうです、ね。あ、可愛い、いいですね。これ肌なじみもいい。あら。どうですか。いいですね。いいですよ。はい。あら。すいません。いい。そしてあのちょっと低反発というような感じで、そうなんですよ。ソールのあのところが。欲しいです。欲しいです。これ欲しいです。ね、ぜひ。ちなみにこれおいくら前でしたっけ？通常で29,900円。これすごい大判で、はい、それこそあの新幹線とか必要なやつです。あら。ちょっと。可愛いです。なんかサイドにフリンジがあって。はい、結構かなり大判ですね。そうなんですよ、あまりないですよね、あ、同じブランドのものですか、はい、こっちもなんか素敵ですね、素敵ね、うん、柄物のストールって私持ってなくて、なんか難しい気がしてるんですけど、選び方がちょっと分かんなくて、なんかこちらだと地の色が全体的にベージュトーンなので、はいはい、あのベージュ系の洋服に合わせて、しつこいんですけどさっきのアプリで持ちましょう、ああいうのあるんですか、持ちましょう、持ちましょう、リネンのシャツとか、多分ワンピースとかってなんか皆さん1枚お持ちかなと思うので、はい、かわいい、いいですよね、うん、柄だけどそのなんかこう馴染ませやすいというかベージュだからか、そうそうですね、ベージュに白の柄なので、あーかわいいこれ、なんかねこれも1個巻くだけで、うん、なんかあのシャレみね、あすごい、いいですか、すごい、ちょっと本間さん、ボーダーにね合うんですよ、ボーダーに合う、欲しい、これも欲しい、地の色はね、ちょっとあの藍染めみたいなネイビー柄なので、やっぱベースの色がね合うとこうね、ガラガラでもいいんですよね、なるほど、その柄ね、おしゃれでもいいと思いますよ、素敵、素敵、はい、でも私ね、おみおさん夏だったらこれくらいいっちゃってもいいのかなと思いましたよ。でも表柄結構柄、結構柄。そう、結構柄なんですけど、うん、巻くとそうでもないんですよ。ちょうど、ん、ちょっとエスニッキーな雰囲気に。あ、そうそうそう、そうなんですよ。見えて。あ、かわいい。かわいい。あれ？いいですね。本当？はい。あ、かわいいね、これ。かわいい。かわいい。で、これですね、素敵な秘密があって、はい、こうじゃないですか、はい、ベージュ、はい、で、裏がピンクなんです、あら、あ、すごー、本当だ、ちょっとした差なんですが、うん、なんかベージュ見せるときと、なんかもう少し、なんかバカンス行ったときとか、バカンスね、なんか色が、なるほど、ね、あ、こちらの色も見える、どうだと思いますね。ね、これすごい。かわいい。欲しい。これはおいくら前でしょうか。じゃあリバーシブルで39,600円です。リバーシブルです。2枚分ですね。ね、これ見た私。あ、見ました。すごいかわいいと思いました。あ、うん、インパクトね。はい、ですよ。そう。
絵ですね。全然いいですか。これでラピスラズリ。ラピスラズリ。ラピスラズリ。かわいい。デニムで。デニムでボーダーします。はい。ね、今つけたのはどうしてもブルーでコーディネートしたんですか。ブルーでコーディネートしてるの。はい、今どうですかね。あー、なんかこうカジュアルな感じでつけられますね。そうなんですよね。こう牛が大きいのに、うん、なぜかこうですか、ギラッとしないというか、はい、こうちょっとあの小指につけるっていうのはおすすめしてます。はい、まあ、これじゃなくてもいいんですけど、はい、これでもいいし、これブルーカルセドニーっていうあのホワイトなんですけど、ちょっとブルーがかってるんですよね。ブルーカルセドニー、このね、本間さんのね、このね、そのアクセサリーのレイヤードがいつも本当に素敵でどうやったらこのレイヤードを上手にできるのかって思ってしまいます。いつも適当なんですけど、感覚でやられてるんですか。そう、でもね、小指とか、あとこういうね、親指につけるとなんかちょっとわかんないですけど、うん、こなれ感かなって自分の中では思うんで、買います。ちょっと後でやりましょう。やりたい。うんうん、もう選んで買おうかしら。そうですね、私こちらはピモンテさんで、はい、あの、はい、レセプションの時に清水買いですしました。これはね、イタリアのブランドですね。はい、はい、これは持ってます。すごい好きでお気に入りです。で、こちらを黒でコーディネート、はい、両方オニキスなんですね。っていうのもいいですし、うん、なんか今この真ん中でこういうサイズなんですか、はいはい、なんでこっち側の小指に黒を持ってくるっていうのも、うん、両方に黒が入ってくる。これ本当ね、いいですよ。これ持ってる人は自動的におすすめです、はい、これも持ってるから、これ自動的に、はい、持っといた方がいい。わかりました。これ高いですか。そんなね、税込みで42,000円です。あ、です。あ、です。感覚もちょっと分かんなくなってきました。やっぱ分かった。これを買うならセットで小指用も買っておいた方がいいっていうことですか。ね、さっきの組み合わせがめちゃめちゃ素敵でした。大きいものを買ったら小指用も買っておいた方がレイヤードが、うん、まず初心者はここから始めるっていうことでもいいですね。可愛、うんうん、はい、すぎる。これもいいセットだよ、うん、ね、これおしゃれ、欲しいな。今日はたくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったね。アイテムつけさせていただいて。もうね、これも本当素敵でしたから。フルコーディネートしてました。はいはい。これもストーンも素敵ですね。本当にボーダーがやっぱ最強ってことがね、再確認できました。本当ね、本当ね。柄とこのボーダーの合わせが本当素敵。ね、よかったです、はい、かなり時間が押しちゃってすみません、ね、すみません、5分で時間かかっちゃいましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございます。